フォトドラアワードに認定されたえりすぐりの場所やこと、車に乗って会いに行こう、フォトドラ。この番組は鹿児島県モールトヨタの提供でお送りします。思わず写真を撮りに車で出かけたくなるような鹿児島の魅力を発信していくフォトドラ。今回は鹿児島トヨタ泉店、3人の子育てを楽しむ橋の口さんです。人の集まる温かみのある場所です。温かみのある場所、いってらっしゃい。いってらっしゃい。認定地を目指しながら気になるスポットに寄り道。あちらが人形岩です。子供を抱えるお母さんに見えるんですよ。おお、自然が作ったアートですね。今回の認定は阿久根駅です。おしゃれな建物ですね。写真撮りがいがありそうです。肥薩オレンジ鉄道阿久根駅をリノベーション。駅舎は町の迎賓館、公民館がコンセプト。木を使ったぬくもりある空間に生まれ変わっています。ちょっと旅行に来た感じで、はい、旅情感を味わいつつ、ね、駅での待ち時間もすごくゆったりと楽しめそうですね。この格子状の本棚が奥にもあって、ね、よく見ると本まですごい抜け感がある、ね、いいですね。あ、ちょっと下目からちょっと、そうですね、おしゃれな舞踏会も開かれそうな、ね、なんかどこを撮っても絵になりますね。ですね、うん、電車が来るのを待っている感じで、はい、わー、ホーム街一望できますね。そう、この木を使ってるのってあったかみを感じるから。ベストショットはおしゃれな空間で旅への期待を膨らませる橋の口さんを撮ることができました。阿久根駅の格子状のデザイン、こうして見てもこうして見てもおしゃれですね。阿久根への扉が阿久根、阿久根に行くね。駅舎内では食堂と売店で阿久根の名物を楽しめますよ。今回の旅のお供はこちら、新型ノアでした。家族みんなで乗っても余裕たっぷりのサイズ感に加え、快適さと使い勝手の良さに徹底的にこだわったミニバンです。進化したノアの魅力を体感しに、ぜひお近くの鹿児島トヨタへお越しください。映えるを撮ろう、車と行こう。この番組は鹿児島県モールトヨタの提供でお送りしました。